京を焼き尽くすという江戸戦闘計画、密かに進めていた。近藤は龍馬の腕を見込んで、計画への加担を要求する。その見返りは吉田東洋を暗殺したあの覆面の男の正体だが、龍馬は決意する。己のその手で 起きなはれ。おう。なんや、起きてはったん？カラスがギャーギャーうるさくってな、目が覚めちまった。まあええわ、ご飯できてるえ。 はじめさん、行ってらっしゃい。はじめさん、仕事終わったらはよ帰ってくるんやで。ほなまた後で。 はじめさん、これからお仕事？相変わらず遅いお目覚めだこと。お勤め頑張ってきいな。はじめさん、どうしたん？お勤め頑張ってきいな。
だ。いや、え？はい。
けも。ここで朽ち果てる。邪魔なやつ。ありがとうございました。見てってや。いらっしゃいませ。損はさせまへんで。